すごい嬉しいんだけど、さすがにびっくりしてます。はい、めちゃくちゃびっくりしてる嬉しいです。でもたくさん出られましたとっても嬉しいです。なんかいつもいる人みたいになるんですけど、でもいっぱい出られるのがすごい嬉しいので、うわ、なんかチンアナゴみたいなギフト来た、ありがとうそうなんですよ。でも嬉しいです。でもね、ちょっと土日でなんか、そうなんですよ、ポジションも変わるのでちょっとやばいっていう、本当に本当に頑張りますうん、あーチンアナゴがなんかペチペチってありがとう。そうなんですよ、生誕祭もあったりね、帰りの楽しみですね。そうなのだから、わっ、いて、ありがとうございます。うん、そう、今日なんですけど、さっきね X で見た方もいるかな、あっ、マフラーなの？やだ、恥ずかしい。マフラーだって。ありがとう。そうなんです。実は今日ですね、今日のすごく大事なお仕事があるって言ったじゃないですか。実は今日 NST さんで NST で放送されるキックオフ新潟の収録がありました。わーわーわー、すごいすごいんですよ、うん、そうなんです、今年も出演させていただけることになりました。ありがとうございます、嬉しいそうなんです。なんと野沢さんと収録させていただくっていう、しかも放送日がすごくて、放送日が開幕の日なんですよ。開幕戦の日、2月24日の、そう、ほんと開幕直前ですそうなの、すごく楽しみです。そう、あの野沢さんと収録させていただいたという、キックオフ新潟です。去年も出演させていただきました。放送日が2月24日の日です。開幕前です、開幕直前です。野沢さんと、あと日刊スポーツの小林さん、去年も一緒に共演させていただいたでした、そうなんです、時娘をお渡しさせていただきました、お二人に。あと CD、 そう、今の最新シングルは8月リリースのね、別、いや、なんかもうあれから1年、もう1年経ったのかって思った、すごい嬉しかったな。でも今年も、本当に今年も出演させていただけると思ってなくて嬉しかった。たくさんお話ししてきました。おい、ちょっと待って、
なんで？ねえ、ありがとう。読ませていただきます。あ、 NGT49 カズタワーありがとう。なんかタワー来たんだけどありがとう。タン押したわカズタワーありがとう。キックオフタワー嬉しい、ありがとうおめでとうタワー、キックオフ新潟おめでとうタワーですか、うん、ほらそうなんです、素晴らしいですね、タン押しタワーですおめでとうタワーありがとう、嬉しい。今年も2年連続で見てねそう嬉しい、うん、そうなんです。でそうなの、明日はまた朝から収録が2つあって2つあって嬉しい、すごいんです。今週はだからすごくね、たくさんいろいろあるんですよ。そう、ギュッて今週にギュッていろんなお仕事がギュッて詰まってて楽しみなんです、うん、そうで、明日はそのロケと収録終わりにもう一個お仕事もあって、結構夜遅くまでなんですよ。あ、頑張る、私頑張ります。いや、びっくり、私もこんなに今週すごいですね。今週はありがたいことにお仕事がいただけて嬉しいです、すごく嬉しい。ね、爪キュッて詰め込んでます詰め込まれてます明日は、うん、そう、なんか3月は本当に公演もいっぱいあって、本当に体調に気をつけないとなって思う。公演休みたくないし、絶対にお仕事も休みたくないから体調には気をつけます、うん、十分気をつけます、本当に。そうなの、あの花粉症はちゃんとお薬もらって、そうだから大丈夫。うん、仕事あるから公演控えますかとか聞かれて、あ、うん、全然全然なの、うん、むしろ私はいっぱい公演出させてくださいっていつも言ってて、そうだからいっぱいなったありがとうございます。昨日はね、何時くらいかな、2時とかかな、寝たの。うん、なんか昨日遅く、寝るの遅くなっちゃったんですけど、こうなんか起きちゃって途中で朝方も、うん、そうそうそう、今日お昼は、今日何時に起きたかな、でもそんな、うん、今日何時起きたっけ、そして今日何食べたっけ、今日は待って朝はそんなに早くなくて9時くらい起きたかな、うん、そう、明日はねもうちょっと早いんだけど、あ、うんと、お昼はなんかちっちゃいパンがあって、でそれ食べて、あとなんかゆず的なもの飲んだ。
ゆずジュースみたいな、ゆずジュース、ゆずジンジャーみたいなジュース飲みました、そうで帰りにカフェラテを飲んだそう、あの帰りに欲しかった本を買いに行った、あった。で、あのおしゃれにカッコつけてカフェラテを飲んですいませんでしたそうだから今日もうご飯食べ忘れてて、夜いっぱい食べましたよ。夜いっぱい食べたそう気づいたら、あ今日は何も食べてないなと思って、カッコつけてすいません、本当。なので明日は、明日そうだ、ちょっと覚えなきゃいけないことがある、台本を覚えないと。この後頑張ります。いや全然食べ忘れたんじゃないな、ご飯、あの気づいたらもう夕方だったっていうだけですそうだから食べ忘れたんじゃないね、これは、気づいたらもう夕方だったみたいなそう、でもいいよね、痩せられるし、そうなのね、今日は集中してた本当に、でも収録、キックオフ新潟の収録楽しかったです、楽しかった、楽しく話せました、私さこういう口になりたかったの、なんか笑う、なんかこういう口の人いるじゃん、私の推しメンが口がこうなるの、ここが、いやアヒル口じゃなくてエクボでもなくて、なんて言うんだろう、なんかそう口角がすごい可愛いの、こうやってキュッて上がって、ここの口角がキュッてなるのがめっちゃ可愛くて、いきなり何の話って感じなんだけど、そうあのこうなりたかったっていう話、口角かわいい系、あ、ヨダさんです、あのみんなヨダちゃんの口元見てみな、めっちゃかわいいから、なんかもっと可愛い顔がいいな自分、あ、そうスタッフチャットさんにで私の写真が出してくださったみたいで、私の写真を、私がハッってご飯食べてる写真が、いや違うんだよね、なんかね、私の好きな人ってあのアイドルさんで好きになる人って
すごい私が理想とする顔の、なんかこうなりたかったな、こういう顔になりたかったなって人を好きになるんですよ私多分そう、そういうことなんです。私は、私が好きになるアイドルはなんか私がなりたい、そうこうなりたかったなみたいなうん、な何系なんだろうね。でも私可愛い系、綺麗系、わかんないそう、でも私の好きになる人ってすごい系統でも似てるって言われる、好きになるアイドル、うん、あーざっとけ、え、なんだろう私、あー、うん、でもあざとい、あざとくなりたいってわけじゃないんですよ。そう、でも確かに好きになるアイドル結構あざとい方多いかも、あざとかわいいうん、ね、ふわふわ系、うん、確かに自分にないものを求めてるのかもな私うん、ボリュームある人、いやいやいや、そういうの関係ないですからみんなと違って、私そう、そこ、そういうなんかそういうので見てないんで、はい、みんなと違ってうん、コンパクトに可愛い、確かに確かにコンパクトに可愛い、うん、言えてる、確かにね、うん、あー小柄な子、小柄な子、あーでも私その背が小さい人が好きなわけではないんだけど、たまたま好きになった人が小柄だったのかなそう、うんうん、そうなんだよね。あ、今日の髪型めっちゃ可愛いんですよ。ハーフアップで編み込みハーフしていただいて、ちょっと大人っぽい感じ。今日衣装がなんか私服っぽい衣装だったので、こんな感じふわふわにしてもらった。うん。なんかこういうふわふわ系の髪型に最近ハマってるんですよ。多分みんな。ちょっと薄々気づいてたと思うんですけどそう、なんかふわふわ系の髪型最近しててうん、でふわふわ系の髪型するとすっごいなんかちょっと明るくしたくなるんだよね髪。そうそう、うん、似合ってる？ありがとう。この間の思い出公演でポニーテールしたじゃないですか。ポニーテールしたんですけど、あの日もポニーすごいふわふわにしていただいて、そう、まあ私の好きなアイドルを真似してるだけなんですけどねそうなんです、ポニーテール揺らしました。そう、夜公演、昼夜同じ人の真似したからね、ちなみにそうなんです、
なーになーにの方です。なーになーにのアイドルさんです、今流行りの。うん、そう、この間の結構前にやったあのハーフアップのこの三つ編み込みハーフアップん編み込みハーフツインもなーに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 の方です。うん、はーい、流行りに乗っちゃいました。もうね、この間そう、メンバーと話してて、なんか今年もしね、今年もしフェスに出演させていただけるなら、もう本当に他のアイドルさんをもういっぱい見ようって、そう、絶対見ようねみたいな、見まくろうみたいな、そうでメンバーと話してて、だから今年のフェスもし私も出ることができるのならば、多分みんなと同じところで湧いてるかもしれない。確かそう、まあいつもなんですけど、でも去年とかはすごい抑えてて、だいぶあのフェスで他のアイドルさん見るとき、そうね、いろんなフェス出たいです、私もすっごい抑えてたの。うん、なんかあの多分騒い、メンバーが騒ぐと怒られるから、そう一応手振りだけで抑えてたんですけど、もう今年は本当にはっちゃけたい。うん、抑えてます、抑えてますだいぶ。うん、だから1回くらいは本当に全力で楽しみたいアイドルを。うん、そうそう、私のために最善お願いします。冗談だけど、そう、去年はね、ちょ、米フェスはすごく騒げたんですけど、はい、まあ、今年は全力で全力でおたかつします、私。うん、だから今年はね、みんなも NGT のフェスでもう大湧きできるように、爆湧きできるように盛り上げたいです。うん、そうそう、そんな話をしてたな、公演、この間の公演で。うん、ね、今年はいろんな他のグループのアイドルさんともちょっと仲良くなるのが目標。うん、私こう見えてなかなか話しかけられないんだよね、話しかけられるんだけどなんか話しかけられないの。そう、でも今年ははい、他のグループさんと話す。うん、そう、ステージ裏でいっぱいおたかつする私。写真撮りまくる。はい、頑張ります。そうなんです、いや、もう
今年は会いたいアイドルさんがいっぱいいるんですよ。もう本当にいっぱいいるのいっぱいいますので、わかった、ガンガン行って出番忘れないようにする出番だけは忘れないようにします。だからさ、なんかやっぱもともとその友達みたいな強くないですか。たまにメンバーでもともと友達だったみたいな、このあのアイドルさんと、え、もともと友達とはって感じ、何それ、超羨ましいんだけど、うん、そうそう、私友達にアイドルは、アイドルの友達いないので、うん、それすごい羨ましいなと、うん、うん、いいなでもね、私もこうやって結構もう長く、結構長く活動させていただいてて、お仕事をご一緒させていただいたメンバーさんも結構いらっしゃるので、はあ、話しかけに行けるように頑張ります。うんうん、アイドルって最高だ。なんかフェスってさ、なんか特典会みたいなのありません？あれ、私もやりたいななんかチェキ取ったりできるんですよね、話せたり。え、めっちゃいいやで、私たちもやろうそう、チェキとか取りたい、本当に羨ましい、チェキ取りたいね、チェキ会やりたい、そう、特典会楽しいよね、楽しいよね、絶対あれ、うん、そう、チェキいいな。だってさ、え、ライブ終わりとかってことだよね。ライブ終わりにさ、チェキ取れるって、え、超最高じゃない、うん、ね、いいよね、楽しい、すごい、みんな経験者なんだわあ、経験者だ、うん、経験者だ、誰だろうやりたいよね、うん、そうそう、なんかすぐ感想言えたりさ、あのいいよねチェキ取りたい、チェキ、すっごくチェキ取りたい私。何にしようかな、何でチェキ取ろうかな、うん、そう、写真欲しいな、すごい写真欲しい、握手会の次に写真なんか写メ会みたいなのやりたい、でその写真絶対私に送ってほしい撮った写真いつも送ってもらってるんですけどね、私。そうやったじゃない、あの大釜とかで、うん、去年、あれ去年の秋か、え、一昨年、去年だよね、2022年、え、2023年じゃないか、2023年、え、一昨年、2022年の10月だっけ、なんかツーショットみたいなの、2023年じゃ、えー、あって、私なの、怖っ、ひー、そりゃ時の流れは早いわ。そう、あのツーショットまたやりたい、え、やろう、もうアクリル板とかいらないからさで
そうだアルバムだ。買って、イエーイ。確かになんで両側なんだ。楽しいよね。デカハート。わかる。待てない。私も。え、おすすめのポーズ、え、何やりたいポーズ、私何でもいいよ、これでもいいよって これとか、あと、感じ、見つめ合うやつとか、うん、やりたいポーズ考えとこ、100個くらいレパートリーあ、ラーメン、いいね、楽しみ、楽しみ、全然見合わせじゃないですなんかさ、私が喋るとなんか見合わせみたいになるよね最近。あの、全然そんなことないんですよそう、ごめんなさい。むしろタツ同士ポーズ、タツってさ何ポーズ、こう竜、うん、難しい、あ、痛い痛い、指つりそうになって、言わせなら嬉しいよ私も、うん、キャンディーは言わせたショールームで、でも天使の尻尾もやりたいな、風船をあげたい。天使の尻尾はね、あの春香村村民会議の時にずっとやってたから、私じゃないけど、 その印象。恋はいたずらな天使の尻尾、すっごい、なんか私さ、あの春香村村民会議をずっとやってたから、天使の尻尾が流れる、天使の尻尾が終わると、口移しのチョコレートで出そうになっちゃうんだよね、ちゃんちゃかちゃん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 、そう、すごい、もうセトリずっと一緒だったから、変わらずで、そうそう、ずっと一緒だったから、あのもう脳内で勝手に口移しのイントロが流れてくるの、そう、 そうそう、懐かしい、うん、え、わかる、何度も出そうになったそう、もうなんかすごい、これあるあるなんだけど、その公演でやってた曲とか、その公演の曲の流れとか、すごい脳内で勝手に流れちゃうの、この曲の次はこうだとか、からさ、あの去年のツアー、一昨年だ、一昨年のツアーとかさ、ツアーでなんか最後の方メドレーやったじゃん、そうそう、メドレーやったから、そのメドレーとか超流れるんだよね、タッタッタララランタッ、おー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 さん、あれ待って、今急に忘れた、
てん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 、そう見てもう染み込んでる、うん、頭から離れないのです。わかる、そうだからサメカツナも超染み込んでる。早送りカレンダーから、僕の負け、早送りあるんだ、早送りあるんだ、てて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 てみたいな。ユナおじげん、ユナコ超元気だよ。ユナコとは相変わらずアイドルの話してます。そうサメカツナもね、そうだけど、うん、あとリバイバルの2部とかあのじゃん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 、じゃん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 みたいな、残らない頭に、すっごくそう流れちゃうんだよね、うん、そうそう焼き付いてる、あと脳裏リバイバルとかもねずっとやってたからね、本当に残る、うん、じゃーん、ちゃ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 ーん、ちゃ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 ーん、ちゃ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 痛かった今、うん、ちゃん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 なんだいたなななな涙水すどれではいいの、そうなの、23、25とあります。24はパーティー、23思い出、24パーティー、25思い出、さやの卒業公演、うん、あ、さやの卒業公演やだやだ、さやがいなくなるのやだ、どうしよう私もう困ってる、うん、だよ、サメカツナが2人になっちゃう、あもうダメだ私多分、あのなんか本当にぐっちゃぐちゃに泣くと思う、いや泣きません、やだもん、うん
花になっちゃう。卒業しないでっていつも言ってる、願ってる。さあやとの思い出を語ったら何時間も喋れます寂しい。ね、同期だしね。そうなん、なんか、まあ、卒業してもすごいずっと仲良しでいたいな、仲良しだといいなと思うんですけど、そのやっぱ一緒にもう活動同じステージに立ったりはできなくなるじゃないですか。そう、それがすごい寂しいなと思う。もう私そっか、え、サーヤってさ23出ない？もしかして、え、もしかしてなんだけど、え、もしかしてだけど、もしかもしかしてだけどさ、もうあと次卒業公演、私、え、ね、無理なんだけど、もうなんで、ね、なんで、もう嘘でしょ。うわー、もう卒業公演なのか、あと、もしかしてだけど、嘘じゃん。うん、まさか同期がこんなに、同期がこんなに急に卒業していくと、もうダメです困ります、うん、そうなの、壁車がね一列になるんですよ、うん、減るね。なんかすごい急にびっくりしちゃう、本当に急に減ったから。そうなんですよ、しかもね、もうどん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 若い子が増えて、いやー、なんかすごいね、3期生とか4期生見てるとすごい、なんかすごいなと思うすごいなと思うって、なんだろう、もっともっと頑張りたいなと思うよ。なんかまだまだNGT を引っ張って、これから引っ張っていきたいって思ってるからさ、私はこれからだって思いたいけどさ、いや、これからだよね、これからだ、これからって思っていいよね。これからって思っていいですか。うん。これからだって思っていいんですかね、私。私はそう思いたいんですけど。いいよね。そうだよね。
これからだよね。ありがとう。分かった。頑張る。いや、私は頑張るよ。でもみんなはどう思ってるのかなって。私は頑張りたいんだけどさ。これからだぞ本当に。そうだよ。頑張りましょうみんなで。そうです、私はまだまだ頑張るんだ。そうですよ、まだ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 頑張るぞ。そうだそうだ、まだ加入したばっかりだ。そうだぞ。むしろね、これからみんなで3期生も4期生も含めてみんなで頑張っていかなきゃだからさ。なんか、うん、本当に公演とかももっと頑張って公演見て好きになったよとか思ってもらえるように、公演見れば見るほど、あ、私のこと、あ、好き好き好きってなってもらえるように。そう、頑張ります。ランキング読みます。え、やばい、まずランキング読みます。ランキング読みます、イエーイ、ランキングコーナー、はーい。ななみの73位、なんて読んだらいいのかな、 Y マッツ、ありがとうございます。13位、シンゴ、ありがとうございます。あ、これ変わったね、変わったかな、大丈夫かな、このまま読みます。12位、タカノン、ありがとうございます。11位、みちおちゃん、ありがとうございます。10位、ハードチューンズヤス、ありがとうございます。9位、クルリンパ、ありがとうございます。8位、りょうすけ、ありがとうございます。7位、エチゴン、ありがとうございます。6位、お酒、ありがとうございます。5位、スキャット、ありがとうございます。4位、クラゲ、ありがとうございます。3位、日焼け、ありがとうございます。2位、みったん、ありがとうございます。1位、タワー、ありがとう。 NGT49 カズ、ありがとうございます。じゃあ、あの、また明日はお仕事頑張ります。またね、ありがとう、今日も。明日も頑張ります。おやすみなさい、ありがとう。